笹田でございます上司が教えてくれない営業のコツ、今日はアンカリングを意識できない営業は売れないということをです、ね、テーマでお伝えをしていきたいなと思うんですが、アンカリングっていうのは心理学の言葉でですね最初に提示された数字や条件、情報っていうのが基準になってその後の判断っていうのが無意識に影響されているということですね。なのでまあ一番わかりやすい例でよく言われているのが1万円です。 なんとそれが今だったら30%引きの7000円で販売しておりますみたいなことを言われると、1万円っていうのがアンカーになっていて、7000円って聞くと安いっていうふうに思えるということですね。それがまあいきなり7000円ですって言われると、ああ、7000円なんだで終わってしまうんですが、その手前にどんな情報、データ、条件があるかによって、最終的に自分が受けた提案っていうところに対して、まあ、いか悪いか、高いか安いかみたいなところの印象が決まってくると。 いうことです、ね、なのでまあ基本的にはその人間の意思決定っていうのは比較で決まっているので比較するにあたってのその前の情報が何かっていうことを営業は常に意識をしておかないと自分の提案が魅力的に伝わらない可能性が非常に高くなってしまうということですね。で今アンカリングの例として最初1万円で出しましたけど値引きしてなんと7000円ですってア,プローチしてアプローチがありますよってことをお伝えしたんですけどアンカリングのまあ心理学の中でアンカリングを 営業が意識しなさいって言った時には自分が最初に出した金額からいくらにするかみたいな、まあ、お金が一番分かりやすいので今日はお金の例で話をしていますがお金以外でも全部そうなんですけど例えばそ,そこの部分で最初に出した金額から何ができるかっていうところで自分の中のことだけで考えがちなんですよなので値引きの見せ方とか機能の見せ方とか追加でこういうことができるようになりましたみたいな形の,その自己完結の中でしか提案をしてないんですけどお客さんは他の営業とか ネットからもいろいろ情報を集めているので、アンカリングを正しく使おうと思ったときには、営業がまずやらなきゃいけないこと、これはお客さんが今どんなアンカーを持ってるか、アンカーで怒りですね。なので、アンカリングされてるかっていうことをちゃんと把握しておかないと、魅力的な提案ができるわけがないんですよ。例えばさっきの話で、じゃあ今回私の提案は1万円です。それをなんと3000円引きにして何千円で提案させていただきますので、安いですよね。 っって言って言るるとすすじゃないですかただ、競合他社が私の提案の前に今回、うちのサービスは5000円でご提供させていただいてますみたいなことを言われたら7000円にしてくれたところでいや、あそこさん5000円って言ってたしなって言ったらもうそれで負けなんですよ、価格勝負だったら。なので、自分が安くしてますよみたいなことをアピールする。 としてもまず相手が今どういう情報を持っってているのかっていうことをちゃんと意識しておかないといけませんよということですね。なので、競合他社が提示している条件や金額みたいなことがどうなっているかっていうことと、もう1個はネットで今お客さんで情報収集しまくってるわけですよね。なので、結構お客さんの中でも、あのまあこれ、セェルソース。 だどっかの調査のんかも出てたんですけどお客さんは営業に会う前にも意思決定の6割が終わってるみたいなデータも出てるわけですよそれなんで終えられてるかっていうとネット上ですでに金額の比較情報とか自分で調べられるからなんですよね。 なので、わざわざ営業に会ってくれたタイミングではもう最終確認みたいな形になってしまっているケースもあると。なので、営業はまずお客さんが自分でもどんな情報を調べたのかみたいなことも確認をしておかないと魅力的な提案、魅力的な提案っていうのはお客さんが魅力を感じるかどうかっていうのが大事なので魅力を感じてくれる提案にならない。 なってしまううということですねなんで顧客が今持っているアンカーを理解しないまま魅力的な提案できないっていうところなのでまず営業がやらなきゃいけないことはアンカリングを意識して魅力的に見せようっていうこと、まあ、これはもちろん大事なんですけどその手前でお客さんがどんなアンカーを持っているのかっていうことを確認しておかないと良い提案は全く持ってできませんと。 いうことです。なのでアンカリングを意識できない営業は売れないということを今日テーマでお話をさせてもらってるんですがアンカリングを使って提案をするということよりもお客さんがどんなアンカリングを受けてるのかということを考えなきゃいけないというところがまず今日一番お伝えをしたいことになります。でもう1個アンカリングの使い方としては自分自身の見せ方も使えるわけですよ。例えば自己紹介で「営業ですよろしくお願いします」と言われるのとこの業界にもう10年近く 頑張って営業させてもらっているので、ぜひよろしくお願いしますって言われたときに、どういうふうに相手が思うかなんですね。ああ、営業さんによろしくで終わってしまうのか。この業界で10年もいるんだったら、もう大ベテランなんでいろいろ相談できるなって思わせられるかどうかっていうのも、これもやっぱアンカリングの効果なんですよね。なので最初の自己紹介でどういうふうに相手に思ってもらうかっていうアンカーを落とすかっていうのはすごく大事なことなので、自己紹介のタイミングとか、最初のコミュニケーションの時に、例えば挨拶をしっかりするとか。 笑顔でコンタクト取るとか相槌しっかり打つとか。まあそういったコミュニケーションちゃんと取っておけば。あこの営業さんは気持ちのいい営業さんだな。とかあ、これから仲良く付き合いたいと思う営業さんだなっていうアンカーが降りるわけですよね。なのでその後のコミュニケーションが取りやすくなるんですけど、最初の第一印象が悪くなってしまうと悪い印象というのがアンカーになってしまうので、まあ何かあった時ぐらい,ぐらいしか会わなくていいかな。とか。まあ、他の営業の方が印象がいいし、みたいな形で思われてしまう可能性が出てきてしまうので、自分の強みであったり。とか、そのコミュニケーション。 によってアンカーが降ろされるんだっていうことはぜひ覚えておいていただきたいというのが自,自分をアピールする時のポイントの1個目です。で それと合わせて自分がどんなアンカーを落としたのか要はレスが早いメールの返信をすぐ早くした時にこの営業さんはレスが早い人なんだっていう風なアンカーを思わせたとするじゃないですかけどそれはもう相手の期待に変わってるわけですよねさすがに連絡したらすぐ返事くれるからもう待ってよと思ってた時に最初の方はもうほんとメール来たら1時間以内に返していたのに徐々に遅くなっていくと最近あの,あの営業はあの私のところに対しての重要度が落ちてるなみたいな風に思われてしまう可能性もあるのでさっきも話した 通りなんですけど相手がどんなアンカーを持ってるかっていうことは常に意識をしてそのアンカーに対して自分ができることとかやらなきゃいけないことっていうのを考えておかないと正しい提案であったりコミュニケーション取り方っていうのは成立しませんよということが今日お伝えしたいことでございましたのでま,まとめると相手が今持ってるアンカーは何なのかっていうことをしっかり知りましょうということと相手の持ってるアンカーに対して自分が持たせたいアンカーをちゃんと示していく意識して伝えていくこの2つを意識しないと売れませんと ということですね。もう商材もそうですし自分自身も魅力的に伝えることができなくなってしまうので営業をやるのにあたっては意思決定では必ず比較をしているので、ね、この現代は絶対評価ではなくて相対評価。 ですそのもの自体をかだけで評価をしてるんじゃなくて何かと比べて意思決定をして判断評価をしてますのでアンカリングを意識できないとなかなか営業は成果出ないというのが現代ですのでその点を意識いただいてお客さんとコミュニケーションを取っていただければということで今日は今度お話させていただきました。はい、ということで今日はアンカリングを意識できない営業は売れないということが解説をさせていただいた内容です。今日の動画参考になったら勉強になったなと思っていただけた方はぜひチャンネル登録高評価もしてい押してけたら嬉しい限りです。本日は以上です。